リボルペシェックリボルペシェッククブは、チェコの指揮者。プラハに生まれ、同地の音楽芸術アカデミーで、ピアノ、チェロ、トロンボーンを学ぶ傍ら、バーツラフスメターチェックや、カレルアンチェルラに指揮法を指示。1958年から1964年まで、ピルゼンやプラハの歌劇場に勤務。プラハ室内ハーモニー管弦楽団を創設し、音楽監督に就任する。 1980年から1981年まで、スロバキアフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を、1982年から1990年まで、ジェコフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者を務める。1987年から1998年まで、ロイヤル・リバップールフィルハーモニー還元楽団の音楽監督に就任し、その後は、 警官指揮者の称号を授与された。世界各地のオーケストラで客演を続けている。ペシェクはあまり演奏機会に恵まれない作品を積極的に擁護し、フランツ・シュミットの公共曲第3番やスクリアービンのピアノ競争曲などをデジタル録音時代の初期から取り上げてきた。しかし、一般的には、 比較的無名のチェコ音楽の解釈で知られており、イギリス時代に録音されたドボルザークの初期の公共曲やヨセフスク、ビーチェスラフのバークラの還元楽曲は、これらの作品や作曲家を再認識するきっかけを作った音源としても知られる。ありがとうございます。